いきなりですがゲーセンに来ています。ちいかわとハチワレはゲットして、残すところはシーサーです。最後の瞬間です。シーサーさんいらっしゃい。というわけでシーサーと一緒ぬいぐるみをお出迎えしてきました。お店に行ったらまだ準備されてなくて、奥から持ってきてもらいました。しかし3本爪に設置されてしまって、ゲットまでが大変でした。それでは見ていきましょう。ローラーメンを食べに行った時のちいかわです。そう、あのシーンです。それでは一回転。尻尾がちょっと大きめですね。左手に持っているのはラグビーボール、いえウーロン茶ですね。もうちょっとペットボトルみたいにしてほしかったな。右手にはローラーメンのチケット。困っているちいかわが好きなので、おろおろしているちいかわも欲しいな。次はハチワレ助手ローラーメン来店時のシーンですね。それでは一回転。ハチワレの尻尾ちょい太めですね。尻尾好きで申し訳ない。ニンニク入れますかと聞かれて、ニンニク辛めと言った時の表情でも良さそうですね。ラグビーボール、いえウーロン茶持っています。ローラーメンのチケット持っています。最後はシーサー、ローラーメン店で助手として働いている時ですね。それでは一回転。結び目ついてます。尻尾はフェルトです。残念。かぶり物の中が気になると思いますが、縫われていて確認不可です。タグはこんな感じです。気になるかかった金額ですが、最初は8割から取ったのですが、店員さんが設定している時に3回調整していたからこの金額です。3本爪は天井設定されているのが多いので確実に取れるからいいんだけど、せめて1000円くらいにしてほしい。今回は切りの良い1人2000円でしたが、次はいくらの設定になっているのか調べてこようかな。天井の金額を教えてはくれません。確率期ということを隠したいようですね。頑張ってゲットしてください。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録養老飼育ね。チャンネル登録養老飼育ね。コーチの動画もみーてね。ガオロー。コーチの動画もみーてね。トライアゲンファーイレンナイ。